はいどうも、ミニマリストダンサーのマイペース男です。本日はですね、江ノ島付近に来てますね。まあ朝からね、ちょっと鎌倉から、ウーバーイーツの配達をして、で今江ノ島付近で終わりまして、これからちょっとね、江ノ島といえばあのテラスハウスの、湘南編の家があるので、ちょっとそちらに今日は行ってみようかなと思います。で今日はこのね、白チャリを借りたので、こちらでね、湘南鎌倉をね、先走りたいと思います。ちなみにね、鎌倉をね、配達してたらね、鎌倉のロコマートさんがね、テラスハウスでおなじみ鎌倉ロコマートさんがありまして、ね、そちらはちょっとウーバーイーツ中にね、撮影うまく撮れてるかわかんないんですけど、そちらの映像をご覧ください。まさかのここはロコマートじゃないですか。ここあれですよね、テラスハウスのあれですね。すげえ、ここがロコマートか。シャッター閉まってた。テラスハウスで有名なロコマートです。いやー、海沿いね、綺麗ですね。はい、ラーメン一風堂さんがあります。一風堂を通過します。はい、ちょっとしたね、山道も、走り抜けます。いやー、これ電動自転車乗るとね、坂でも楽なんでおすすめです。はい、右手にね、海が見えてきましたね。こちらはテラスハウス湘南鎌倉編でもね、おなじみの絵面でございます。左側はね、江ノ電が走るね、線路が走ってますね。はい、でね、左手に見えますのがね、スラムダンクでも有名なね、江ノ電鎌倉高校前駅ですね。ちなみにね、テラスハウスのその湘南鎌倉編の家もね、多分この鎌倉高校前駅が、最寄り駅なんじゃないかな。はい、で踏切を渡ります。本来はこっちなんだけど、工事してるんでちょっと回ってきます。はい、ちょっとここは山道なんで歩いていきましょう。ひたすら山道を上がっていきます。さすがにね、こんだけの傾斜だとね、電動自転車でも厳しいんでね、おとなしく押していった方がいいです。はい、ひたすら上がります。むしろこれ電動自転車置いてった方が楽なんじゃないか。なんでもう配達終わってんのに坂道登ってんだ俺は。はい、しばらく登るとね、ここ右に行けるんで、こちらですね。もう間もなく着く頃です。あれだな、着いたんだけど、まさかのなんか荷物いっぱい置いてある。なんだあれ、テレビクルーなんだ。ちょっとこれはあれだね、撮影できなそうだね。というわけでね、しばらく歩いてくるとね、ここのね、坂道、急な階段がね、あります。ここ多分ね、なんか、洋さんとかが帰ると出てくときに映ったのかな、ちらっと。でね、とりあえず、自転車はね、もうちょっと、こう、降りるのきついんで、まあ、自転車置いてね、ちょっと下ってみたいかなと思います。結構なね、ここは急な坂で危ないんだよね。まあ、自転車は押せないこともないけどね。しかしね、せっかく行ったのに、まさかの先約がいるっていうね。なんか多分、テレビクルーの、準備というかね、なんか機材入れたりしてたんで、もしかしたら何かの番組で使うのか、それかもしくはね、またテラスハウスが始まるのかもしれません。いや、それはないか。で、ここはですね、テラスハウスのあの建物の裏側の道ですね。映ってるかな、あの青ブルーのね、窓、あそこ、あの白い建物がテラスハウスのお家です。あそこから多分ね、あのオーシャンビューがね、見えてた感じですね。あの建物もね、なんか4億とかでしたっけ。まあ何かしら撮影とかに使われそうですよね、実際ね。いやー、住んでみたいな、あそこ。とまあこんな感じでね、まあ紹介しに来たんですけど、しっかり建物は取れずということで、まあね、あの以前去年のね11月かなんかに、鎌倉に遊び来た時に、ちゃんとしっかり建物外観撮ってるんで、もしよかったらそちらのね動画リンク貼っておきますね。そちらからねちょっと、見てみてください。はい、ではまたね階段を登っていきましょう。いやー、でもこうやって見ると結構急な坂だよね。湘南とかね、この辺もね、ちょっと田舎道結構多くて割と好きです、僕は個人的に。僕もね、夏を感じるようなね、自然がね、ある感じ。都会すぎず田舎すぎず、中途半端なんだけど、中間の場所ってすごく素敵だと思います。どちらも味わえるんでね。チップミントシェイクでじゃあね、さっきのね、七里ヶ浜でデザートでね、チョコミントのシェイクを飲んで、そこからね、また自転車でブラブラと由比ヶ浜の方に行きました。
かね、由比ヶ浜はですね、今日はちょっと日がね、落ちるのが7時ぐらいになっちゃうんで、あまり長くはいられないんですけれども、まあね、ちょっと今回はテラスハウスの家、せっかく行ったけど、まあ、1200、がいたということで、まあちょっとね、またリベンジしたいなと思います。で、他にもね、ちょっとまだ行きたいところ、テラスハウスの家、まだ、新東京編の家とかね、まあちょっとまだ、あとは昔の湘南の葉山の家とかも、ちょっとこれからね、また、Vlog 撮りに行きたいと思いますので、よかったらね、気になる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では、ミニマリストダンサー、マイケルソドでした。バイバイ。